ずっと以前のお話です。駐車場では可愛い着ぐるみがお出迎え。離れた駐車場だったので入り口までカートで運んでくれます。ワンコも OK なので僕はお母ちゃんの膝の上で楽ちん。入り口でおもろいお馬さんがお出迎え。お尻が変だけど大丈夫？一緒に記念撮影。僕笑っちゃった。入ったらすぐに牛さんが食事中。ポニーもいるよ。また牛さんがいるよ。こんにちは。ねえねえ、寝てるみたい。かわいい子がいるね。豚さんの親子だね。子豚さんかわいいね。ヤギさんこんにちは。ヤギさん、柵は食べちゃダメだよ。近づきすぎたのか、大人のヤギさんに頭突きを食らっちゃった。こっちのヤギさんも、こんにちは。大きな白馬のお馬さんだね。昔、戦争をしていた時に、大砲を運ぶために戦場にいたという、悲しいお話があるそうです。こちらのお馬さんにも、こんにちは。綺麗なブルーアイだね。世界一、顔の怖いお友達らしいよ。迫力あるけど、優しいお顔で寝ているね。お馬の親子だね。コウマさん、こんにちは。かわいいね。白馬のポニーさん、こんにちは。僕と毛色が似ているね。お父ちゃん、怖いから僕から離れないで。一人にしないで。黒豚さん、こんにちは。仲良くできるかな。こっちでは仲良くお昼寝をしているよ。うさぎさんも、こんにちは。お耳が大きくて、かわいいね。とっても優しい目のお馬さん。はじめまして。また違う、お馬さんがいるよ。お母ちゃん、昔、痩せている時に、お馬さんに乗っていたらしいんだ。だから、お馬さんのことが大好きらしい。こんにちは、お馬さんも僕に興味があるみたいだね。仲良くしたいから、お尻を嗅いでもいいよ。はい、どうぞ。お母ちゃんは、羊さんと記念撮影。景色もいいね。遠くにPLの塔が見えるね。今度はダチョウさん。大きいね。上から僕のことを見ているよ。大阪のペット博にも来ていたペルシュロンのお馬さん。ここからは僕のお友達がいるエリアです。かわいい子犬ちゃんもたくさんいるよ。ロバさんもいたね。お父ちゃん、お母ちゃんとたくさんの動物たちに出会えて楽しい一日でした。今度はおもろいお馬さんがお見送りをしてくれているよ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。登録・高評価をお願いします。